平野紫耀主演ドラマ、クロサギの撮影現場におけるありえない迷惑集団に非難の声。キングプリンスへのメンバーであり、俳優としても活躍中の平野潮が主演するドラマ、クロサギ。その撮影現場において、ファンの行動が問題視されている。平野が泣き崩れる演技に注目が集まる中、ドラマの撮影現場でのファンの行為が非難を浴びている。 本校では、その背景や現状、そしてファンと俳優の関係性に焦点を当て、問題の本質を探ります。平野紫耀の演技と、黒詐欺の成功。ドラマ、黒詐欺は、平野紫耀が詐欺によって家族を失った主人公を演じ、詐欺師に立ち向かうストーリーとして、視聴者から高い評価を得ています。第五話では、 主人公が詐欺師を追い詰め、感動的なエンディングが描かれました。特に、平野のクライマックスでの演技には視聴者から賞賛の声が上がり、SNS ではその感動が共有されています。平野自身が、黒詐欺を最後にジャニーズ事務所を退除することを発表し、ドラマがその最後の作品となることが予想されています。 この背景もあり、平野の演技に対する注目度は一層高まっています。問題の発端、ドラマ撮影現場に殺到するありえない迷惑集団。一方で、平野の脱退発表以降、彼の周りには迷惑をかけるファンが増加しているとの報道があります。11月22日の 住春オンラインによれば、ドラマ、クロサギの撮影現場には幸せを願うメッセージが書かれたうちは思った女性ファンが30人以上も集まり、その光景が報じられました。ライブなどでのファンの応援は一般的で歓迎される行為ですが、今回のようなドラマ撮影現場での行動は俳優やスタッフに迷惑をかけかねないものとされています。 SNS 上では、良識あるファンからの非難の声が紛失しており、俳優平野として参加している現場なのでやめてあげて。これはありえない。常識がなさすぎる。同じファンとして恥ずかしい。彼の仕事を邪魔してほしくない。といったコメントが多く寄せられています。ファンの心情と俳優へのサポートのバランス。 こうした行動の背後には、平野への深い愛情や応援の気持ちがあることは理解できます。しかし、その表現が俳優やスタッフに迷惑をかける形になると問題が生じます。ファンとしてのサポートは大切な一方で、それが俳優の仕事に支障をきたすことは避けなければなりません。ファンと俳優の信頼関係の重要性。ファンと俳優の関係は、 相互の信頼と理解に基づいています。俳優はファンに支えられ、ファンは俳優の活動を通じて感動や喜びを得ます。しかし、そのバランスを欠くと大きな問題が生じる可能性があります。特に、俳優が仕事に集中するためには、プライバシーを尊重し、仕事の妨げとなる行動を避けることが求められます。 ファンもその一環として俳優の仕事に対するリスペクトを示す必要があります。ファンの意識向上と今後への期待。SNS 上で非難合豪,豪となる中、良識あるファンたちが同じファンとしての誇りを持ちつつマナーを守るよう訴えています。これはファンコミュニティ全体の健全な発展にとって重要なステップと言えるでしょう。 今後、同様のトラブルを避けるためにも、ファンと俳優の双方がお互いを尊重し、理解し合う姿勢が求められます。俳優はファンの応援に感謝し、ファンは俳優が仕事に集中できる環境をサポートすることが、良好な関係の維持につながります。ファンと俳優の協力が必要。 平野紫耀主演のドラマ、クロサギの撮影現場におけるありえない迷惑集団の出現は、俳優とファンの関係性における課題を浮き彫りにしました。ファンと俳優はお互いに依存しつつも、一定の距離やリスペクトが必要です。今回の事例を通じて、ファンコミュニティが自己規制し、俳優が仕事に専念できる環境を作り上げるために、協力が 不可欠であることを理解することが重要です。平野の演技やドラマへの熱狂は素晴らしいものであり、その応援の形を工夫することで、より良いファンと俳優の関係が築かれることを期待します。